皆さんこんにちは。日本人兵庫県民の淡井圭介です。本日2023年8月の12日、各プロ野球の球団と、まあ、大リーグの日本人選手へのメッセージなんですけども、広島から前田健太投手と、鈴木誠也選手が、メジャーリーグに現在行っています。まあ、今年に関しては前田健太投手が早々に、打球が足に当たってから、まあ、故障につながっていました。その後、復帰した直後だったか復帰して数試合目だったか、忘れましたが、まあ、まあ私の方から力を貸して、前田健太投手は1勝目と、まあ、この間は2勝目を挙げてました。この間のね、2勝目なんかは12対1で勝ったゲームで、ちょっとね、まあ、その自分の持ち点というかね、その辺のところがね、もうちょっとうまく分配してくれたらなっていう部分はありましたね。で、エンゼルスの方とかね。で、まあ、鈴木誠也選手に関しても、もう打率がだいぶ悪くなってたでしょ。で、その間広島10連勝ぐらいしてたでしょ。で、本当は広島が自分の勝ち星を削ってでも、しっかりとした成績を出し上げなきゃならないんですよ。この仕組みを作っておけば、優勝したチームに大抵、かなり活躍した選手が存在します。もう何年も優勝してる、そろそろ次の球団の番でしょっていう時にメジャー行くでしょ。で、その選手をメジャーリーグで活躍させてあげる。球団からも、まあ、勝ち星が減ってしまう。そうすることによって、まあ、順位が変わってくる。まあ、こういうふうな、方式を導入しなかったら、これは数年前に起きた現象ですけども、広島が2年連続でリーグ優勝したのかな、3年連続だったかどうか忘れましたけども、ちょっと手に負えない感とか、そういったものがありましたので、その仕組みを導入してもらわなかった。例えばね、僕だったら、大谷翔平と、藤浪晋太郎、2人も抱えてるんですよ。で、広島という球団で見たら人数たくさん存在するでしょ。だから力貸してあげたりとか、何かしてあげなかったら、今でだいたい2割5分か6分ぐらいのところでしょ。2割6分にもまだ到達してないじゃないですか。だからこの辺のところがね、もうちょっと広島の方が自分たちの勝ち星を削ってでも活躍させてあげなきゃならない。で、まあ今年の状況を言うと、まあ阪神タイガースが今年は日本一になる番であって、正直クライマックスシーズンで一勝のアドバンテージを得ている状態っていうものは、かなり大きい。と思います。で、まあ、リーグ優勝と日本一を同時進行というところですね。ただそれを行った後は、まあ、当分リーグ優勝や日本一はなしでいいと、まあ、僕は個人的には思っています。ある程度優勝順繰り順繰りで各球団に回し上げなかった経営的にもね、ファンも次いけないんですよね。まあ、その辺のところ、皆さん、了解してください。それと、あとパ・リーグの方なんですけども、吉田正尚選手が、まあ、アメリカ行って、最初の方、打ててなかったでしょう。だから僕の方で力貸したりとか、いろいろ調整してたんですけども、本当はオリックスがもっと力を貸してあげなきゃならない、自分たちの貸し星も、削ってでも対応してあげなきゃならないなんですよ。まあ、そこまでしていれば、最近ね、4打数無安打とかの試合が結構多いんですよ。8月入ってからぐらいかな、それか7月下旬ぐらいかのどちらかですね。だから、その間、オリッ
ック数は結構買ってたでしょ。だから吉田正尚の犠牲によってチームは勝ってるっていう状況。あ、本当は私の考えからから考え方からすると1950年からのデータでセリーグの優勝回数や日本一の数だとか交流戦の優勝回数とかを均等に、しなければならないっていう考え方と、あとここ近年優勝していたチームは譲ってあげたらいいでしょっていう考え方、そうじゃなかったらロッテも優勝回数今まで少ないですし、せっかく今年2位という好位置につけてるんですから、そこはね、オリックスが自分たちの勝ち星削ってでも吉田正尚選手を、まあ、首位打者にさせてあげるとか、この順序考えていったら元からそういう仕組みだったんじゃないかなっていうことはなんとなくわかると思うんですよ。イチローさんが、まあ、渡米してアメリカで大活躍したでしょ。その間オリックスすごい長い間低迷してたでしょ。で、まあ、もともとその災害運のところで、まあ、日本のね各球団が優勝していたケースっていうのがあります。広島とかね、まあ、東北楽天イーグルス、まあ、この辺に関しては僕からは言い始めたところなんですけども、もともとまあ、イチローさんがいた時、まあ、オリックスが優勝して日本一になった頃も、日本一になったかな、なってなかったのか、まあ、確か何せリーグ優勝は絶対しています。阪神・淡路大震災の後でしょ。で、僕一人でね、メジャーリーグが全員対応できるかってできないです。で、千賀投手もね、今年最初の方、制球苦戦だったでしょう。で、こっちの方で直しておくわっていうことで対応していて、まあ、5月、阪神タイガースは、球団記録と並ぶ21勝を月間で上げたのかな。21勝か19勝か、21勝だったような気がするんですけども、もうその頃はね、もう、毎日体は重たくて、もう、まあ、睡眠不足っていうのもあるんですけども、対応できる範囲とできない範囲があるから、なんかその辺のところはソフトバンクはしっかりと千賀投手を勝たせてあげないと、自分たちの勝ち星削ってでも。で、まあ、日本ハムファイターズの場合は、ダルビッシュと大谷翔平でしょ。だから、大谷翔平に関しては本当は12球団みんなで協力してあげなきゃならないっていう形の方がいいと思うんです。で、この内容とかを聞いていただいたときに、そのね、アメリカで今、まあ、レンジャーズが首位で、その僕のホームページに、大リーグのその順位とか優勝回数がどうこうっていう欄があったと思うんですけど、100番から110番までの間ぐらいのところですね、120番までの間かな。まあ、110番までの間だったと思うんですけども、まだ地区優勝すらしたことがないところが、プレーオフに進出するべきだと。まあ、ワイルドカードとかもそうですし。で、ワールドシリーズまで進むべきであると。これが僕の考え方なんですね。この話を全て総決算すると、まあ、アメリカの一番不思議な球団がロッキーズという球団で、地区優勝はまだ1回もないんですよ。まあ、大体1950年ぐらいからの物事の見方でいいです。大体それぐらい。まあ、各球団によって、球団が分裂して派生したりとか、まあ、カナダのチームがメジャーリーグに加わったりとか、そういった部分があるので、まあ大体でいいんですけども、まあ何せロッキーズだけ、地区優勝がないと。で、もともとその話がちょっと変わりますけども、シルベスタ・スタローンさんっていうアメリカの役者さんがいて、あの方もともと本物の軍人だったんですよ。で、ランボーとか、
ロッキーとか、ああいうふうな作品作られてるんですね。で、その前に、もう少し現実的なね、映画を最初の頃に、作ってるんですが、それは、ネバーギブアップっていう名称だったと思いますけども、アメリカは本土じゃ別の名称だったかもしれません。映画の名前。腕相撲で、全米一位か、世界チャンピオンになるか、まあ、そういうふうなね、大会で、シルベスター・スタローンさんが、主人公として、登場してるんですけども、その主人公の名前を忘れたんですけども、まあ、運輸業をしていて、まあ、遠方へトラックでずっと物流を運ぶじゃないですか。だから家にいる時間がない。で、家庭の破綻があった、息子との関係も、うまくいってない。で、そこで、腕相撲で世界チャンピオンになって、息子との関係を取り戻そうというような良い内容の映画で、まあ、実質的にも、まあ、そういうふうな状況って昔からあったと思うんですよね。長距離トラックのドライバーの方たちって。で、まあ、未来からの時間軸からですけども、まあ、自分の力を。まあ、映画だから、そこは、演技の部分だと思うんですけども、まあ、未来の方が力を貸したりとか、まあ、そういうふうなところで、うん、まあ、もしかしたらシルベスタ・サロンさんに淡井圭介の声は届いていたかもしれない。で、自分から何年生まれで、日本人で、神戸市出身で阪神淡路大震災というものが発生してっていうところまで伝えられていたかもしれない。で、2011年以降、まあ、いつものルートで送った SD カード、まあ、政治経済に関することから、まあ、法改正もそうですけども、外交関係、それと、まあ、映画に関してもいろいろハリウッドに提案して、まあ、作っていただいたりしてます。まあ、もう作品の数は10を超えると思いますよ。例えば、炎のクリードとかはもともとそうですし、ランボー、ラストブラッドもそうだったと思います。で、うん。その辺の話があって、シルベスター・スタローンというそのハリウッドの超大物と言われていた方を、まあ、日本に来ていただくっていうこと、まあ、成功してるんですね。まあ、その辺のところも私から送った SD カード、いつものルート、まあ、高島彩経由なんですけども、まあ、ロッキーっていう作品がね、すごく知れ渡ったじゃないですか、世の中に。まあ、ランボーもそうですけども、シルベスタ・スタローンさんの、まあ、代表作だったと思うんですね。主人公の名前がロッキーじゃないですか。そのあたりと関係してるのかな、どうかなっていうところがあるんですよ。で、この話を総決算していって、その時間軸の話、西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区のチームで試合をして、で、その後、まあ、プレーオフ、ワイドカードプラスで、8チームで、ワールドシリーズを狙うトーナメントを行うと。これに変えてほしいっていうことをアメリカにも要請してるんですね。それは、エンゼルスに関しても、夜中の時間帯とかに行われてる試合って、多分僕の体温とか使ったりして、まあ、翔平が活躍とかして、まあ、勝ってる部分とかもあって、まあ今順位が低迷しているのは、故障者の数が明らかに多すぎるんですよね、エンゼルス。史上最多ですから、その故障者でメジャーリーグのチームをもう一つ作れるんじゃないかっていうことが、まあ、インターネットでコメントされるぐらい故障者の数が多いですね。まあ、これは大谷翔平へのメッセージであり、エンゼルスへのメッセージなんですけども、兜の被り物あったでしょう。あれをする前までエンゼルスは1位だったんですよ。片瀬に行ってましたね、私も。
もともとスポーツのその試合に集中しなきゃダメなんですよ。なパフォーマンスがいるかって言ったらいらないなんですね。もう僕はこれはスポーツ界で決定ついた結論なんです。いろんな内容を今まで見てきて調査して結果出てるんですよ。オリンピックでも。だからあの兜を被るのもやめることで、そのロッキーズの話に戻しますけども、西地区じゃないですか。で、西地区は西地区で試合をしてくれたらどうなるかって言ったら、大体日本時間の朝の9時以降からなんですよね、試合開始が。で、14時ぐらいには、絶対終わると、ほぼ。っていうことは、日本時間のその一般的な時間と、時間軸が合ってくる。だから天の神様へのお祈りで、選手が故障していないっていう例はあるんですね。その、まあ、文言はホームページにも記載してるから、応援してくれてる方は応援してくれてるかもしれませんけども、天の神、アマテラスの大御神様、世界中のスポーツ選手は、怪我はしませんようによろしくお願いいたしますと。太陽をイメージしながら、まあ、太陽神なんでね。アマテラスの大御神様、まあ、お祈りをしたりとかしてるんですけども、その一定の効果はあるんですけども、じゃあ、まあ、今年のワールドベースボールクラシック2023年もそうだったんですけども、全試合確か全試合お祈りしてなかったと思うんですよね。で、まあ、源田選手がああいう風な骨折があったと、まあ、その辺も、しっかり対応しなきゃならないなっていう部分はあるんですけども、天の神様へのお祈りで。で、ただ時間軸がね、これ夜中とかになってくると、試合行われてる時間が、これもう話むちゃくちゃになってくると、対応はできないっていう話になってくる。で、日本人選手を、まあその、今私が行おうとしてる裁判の、内容で、ね、年俸規制をかけさせてほしいって、まあ本当にそれだけの金額をもらってるかもらってないかで、まあテレビに向かって言う方法とか、頭の中とか心の中で伝えるで、まあ選手はもらってるとかいう返答はしてくれて、まあそれが本当なんだろうなっていうところは、あるんじゃないかなって僕も思ってるんですけど、けど 今の金額は明らかに高すぎます。アメリカにしても日本にしても。例えば日本人でも6億とかね。所得税と住民税で 50% 以上がなくなるのは分かってますよ。分かってますけども、日本一歴代の任期が長い安倍さんですら、年収多分2400万円だったと思うんですよ。自分から返納してた方だと思うんですね。そういうデータがありますから。中国なんかもっと割り切っていて、1ドル110円ぐらいの頃の為替相場だったんですけども、その時換算で、年収400万円ないんですよ。言ってる意味分かりますかね。日本で言うと年収500万円以上が富裕層なんです。だから富の分配っていうのはしっかりとされない社会になってしまってます。で、そこで僕ができる範囲で言ったらまず日本ですけども、そこでアメリカにも年俸規制を持ちかける。で、まあ、例えば日本だったらどれぐらい、まあ、僕が今訴えてる内容では1億5000万みたいなことを記載しますけども、それだけでも、それでも高いかなっていうのが本音ですね。だからもうサッカー界はもっと低く、してもらわなきゃならないし、その辺の年俸規制がアメリカでもうまくいくと、日本人のもともと実績ある選手を全員ロッキーズに行かせてあげて、で、ロッキーズをそのワールドシリーズで優勝というところまで僕は描きたいなとは思ってるんですよね。ただし、その、やっぱりね、西地区と中地区とか東地区のチームと試合をするのを混ぜられると、もう試合の時間帯がバラバラで、これもうこちらも持たないですね。だからその辺の難しさっていうのはあるんですよ。
あ、まあ今、まあ今回の、動画で、ね、私がおっしゃ、まあ話してる内容っていうものは、メジャーリーグで活躍している選手に関しては、もともとそこの球団の、日本の勝負した球団がある程度力を貸して、勝ち星にも影響が与えられるような形でなければならないっていうことになるんですよ。これをうまく行えば、ね、日本人がアメリカでもすごく活躍して、球団の優勝も順繰り順繰りで回ると。で、余計な球場を建設しなくなると。で、ドーム球場もエアコンとかを使ったりして、電気代だけで1年間で1億円ぐらい使ったりとかしてるから、そんなものはいらない。もうドーム球場自体がエネルギーの残存量問題的にももう二度と作るべきではないっていうことで、するべき内容ははっきりと明確化してくるんですよ。で、あとは複数本拠地制度を用いることによって、私のホームページの、まあ、100番から、120番までの間でプロ野球界のこともある程度の例を挙げてね、複数本拠地制度の内容を載せてるんで、ね、まあそれしっかり見ていただけたらなと思います。それでまあ言ってる内容はね、しっかり伝わるかと思います。もう球場が作りすぎた後なんですよね。一般的なその市民球場を含めてね、県営球場だろうがそうなんですよ。ですけども、まあ、3万人近く入りゃ十分ですよ、本当は。東京ドームも老朽化したら新しく作るんじゃなくて、もともとすでに作ってしまったところ、そこをまあ借りるような形で試合を行った方が、結局もう建設費だけで、もう東京ドーム建てた時に分かった以上、868億円でしたっけ、土地代と建物代で。その返済で巨人が優勝させてくれって言われても、そんなもの、他球団なんか受け入れられませんし、阪神タイガースなんかは、本当は球団所有にしてほしいんですけど、まあ、電鉄会社の方が親会社ですから、そちらの方が、球場を保有していて固定資産税払ってるんですよね。だから本当は各球団がそうあるべきなんですけども、売上的に無理があるところと、その複数本拠地制度を用いたときにね、まあ結局、もともとの母体となる本拠地でファンの一番多いところでの試合回数が減ってしまうんじゃないかっていう話があります。だけども、その日本各地を巡業することによって、で各球団のファンの数を増やせるんです。で、人口は日本は今少子化に向かって進んでるから、早くその形にしてファンの数をキープもしくはちょっと増やすぐらいの方向へ物を進めていかなきゃならない。後でどうせ減りますから。今の人口のね、状況でいうと2045年には65歳以上の方が日本人 38% 超えになってくるのが政府の今のところの予想です。もう0歳から20歳の方はもう生まれてしまった後ですから。で、今が65歳以上の人が日本人の、28% ほどですね。今もそういう社会なんですよ。だから、いかに無駄をなくしていくか。で、エネルギーの残存量問題もある。それ考えると複数本拠地制度でスタジアムを借りながら試合をしていきながら移動すると。それはファンのためでもあります。ファンの人たちは体を動かしてないんですよ。あんまり寒い時期とかは沖縄とか九州、四国の高知ぐらいで、まあ4月半ばぐらいか上旬ぐらいまではそういうふうな地域で試合をしなきゃなんない。で、あとの四国の、3つの県と、まあ、本州の中国地方、まあ、山口県とか岡山県とか広島県とかですね、まあ、そういうところに、まあ、順にこう北上していくような形で、夏場は北海道や東北、北信越等で、試合を行う。ナイターであれば、エアコンなんか効かさなくても、ある程度その暑くないですよっていう、そういう状況が必要です。それがそういうふうな状況の良さがね、結局ファンに受け入れられて、だから自分がお客さんになって、もう正直ね、東北とか
寒いじゃないですか。じゃあクライマックスシーズンに出れました、だけども時期は例えば11月だったとします。まあ、日本シリーズだったとしても11月だったとします。ナイターでしょう。もう寒すぎですよ。北海道なんか11月になったらもう上旬から絶対雪降りますから。だからファンに優しい形っていうのを複数本拠地制度を用いることによって、まあ、実現する。かといって例えば東北楽天が、日本シリーズがあったとします。東北で本見たいっていう人たちも、実際見に行きたいっていう人たちもいらっしゃると思います。だからその日本シリーズを土日祝日の、まあ、昼間行える試合の時だけ、宮城のスタジアムで行うとかね、その辺知恵工夫を持ってくればできるんですよ。だからその辺のところでプロ野球業界でまずまとまってほしいのは、新しいスタジアムを絶対に作らない。これなんです。これがエネルギーの残存量問題に関しても優しい対応になるんです。それとファンにとっても優しい対応になります。で、その日雨によって試合を中止するかどうかは3時間前に決定しましょう。中止かどうか、その中止を決定しましたけども、実際本当はゲームを始めていたら、試合始めていたら、これできていたなっていうのは多分年間何試合か出てくると思います。だけどもそれでいいんです。ファンとして困るのは、遠方からね、片道2時間とかかけて、まあ僕からこう、僕の家から甲子園まで行こうと思ったら、まあ大体それぐらいです。まあ駅から歩いてとかも、電車の乗り継ぎの待ち時間とかも含まれてきますから、まあスタジアムのその席座る頃には大体でそれぐらい。じゃあ、そういう人たちが交通費までお金出してね、往復。球場まで行ったけども、雨に濡れるわ、その日試合は見れなかったわ、寒い思いをするわ、だったらファンとしては、普通の人はあんまりその行きたくないなに変わってしまうんですよ。だから3時間前に中止を発表するっていうのはね、それは結構良いことなんです、球団にとっても。その辺のところの判断を見誤らないことですね。まあ、ちょっと話長くなりましたけども、こういうふうに YouTube で私が話している内容をしっかりと各球団関係者の皆さん、見てください、ね。選手、監督、コーチ含めて、球団の経営陣の方たちも含めてね。そうじゃなかったら、伝わってるかどうか、動画の閲覧者数見たらもう、愕然としますから、エネルギーの残存量問題、向き合う気ないんですかっていう話に変わってきますから。で、一応ね、私生活保護者ですけども、まあ、例えば一月1万5000以上の稼ぎがあったら、1万5000円は手元に残るんですよ。で、それを超えてくると、ある程度国の方にお金を、返さなきゃなんないんですけども、一応ちょっとした収入にはなると、まあ、もともと阪神・淡路大震災の被災者を助ける話がプロ野球業界であったので、もともと僕は阪神・淡路大震災の被災者で、神戸市の兵庫区の生まれなんですね。で、被災して12階建ての東山高校という、東山町っていうところが神戸市兵庫区にあるんですけども、そこの東山高校が全壊になって、神戸市北区の藤原台の仮設住宅に引っ越ししてるんですよ。それが1995年の頃です。だからまあ、閲覧者数が増えたら、登録者数が1000人以上で、動画の再生時間が365日で、いろんな閲覧者の方たちがね、4000時間を超えたら収入が入ってくるんですよ。それによって僕の活動範囲とかも広がってきますし、まあ、精神的にもね、まあ、結局ワールドベースボールクラシックも僕の力を借りて、で、優勝できる部分が大きいんでね、その辺のところは、まあ、萎えないの話がありますんでね。みんな結局、
何年経過しても助けてくれないのっていうところがあるし、これ見てもらったらいろんな意味で良い勉強になるでしょ。まあ、エネルギーの残存問題に関してガスなんかは世界的に採掘可能な、技術的に採掘可能な埋蔵量もう50年分はないんですよ。で、石油に関しても今年で50年を下回る可能性が非常に高いです。減りっぱなしなんですよ。で、ウランとかプルトニウム、まあ、ウラン鉱のことなんですけどね、もともとそこから、ウランやプルトニウムを、抽出しているのであって、要するに原発のもとですね、それもあと50年ぐらい持つかどうかわからないんですよ。こういうふうな話もね、詳細は僕のホームページ、いろんな欄に、記載してますし、まあ、日本だったら今、電力の 17% ほどが、自然再生可能エネルギーで賄われています。まあ、これをもっと促進していかなければならないのであって、河川水門開閉式ダム発電や、かまど発電や、地下水流トンネル発電っていうものは重要な要素になってくると。雨の日を補えますからね。太陽光パネルがかなり頑張るんですけども、直接電線とつなぐ構想ですね。法律で義務付かしてもらって。今の、東京都知事の小池さん、まあ、あの方も神戸市出身なんですけども、まあ、小池さんの方で行ってもらったのは、太陽光パネルの義務付け化で、もうあれも細かいことを言い始めると、面積がどうこうとかもあるんですよ。で、蓄電池付きなんですよ。だからバッテリーは電気自動車の方に今後回していくでしょ。で、バッテリーが高いんですよ。太陽光パネルってバッテリーとワンセットにするから高い。使う方はいつも通り従来通り普通に電気を使って電力会社にお金を支払う。電力会社に無償で屋根の上貸し上げたらいいということ、そういう義務付け化の法律を作ってくださいって今立法府に言ってるんです。まあ岸田さんとかですね、総理の。それを行ってもらったら、だから設置する方もね、ここの家、まあ、足場組んで付けたら次、その足場を隣の家持って行ってすぐ取り付け作業を行う。作業効率が流れ作業でダーッて動いていけるから、ものすごく効率よく動けるんです。だから元々運動部だった人たちの方から太陽光パネルの、まあ、設置、まあ、電気工事も含めて、まあ、あとは生産リサイクルによる取り外しだとか、要するに足場とかを組まなきゃならないから結構力仕事なんですよ、足場組んだりって。まあ、そういうのは運動能力の優れた人の方が仕事の効率はかどるの早いですから、もう現場で行ききれたらもう仕事にならなくなりますから、動きが遅くなって、まあ、それによって10万人ほどの雇用を僕としては見込んでるんですけど、まあ、これは実際行ってみなきゃ何人になるかわからないんですよ。だけども、正社員としての雇用数が大体10万人ぐらい。まあ、これぐらいの効果が出てくると。で、かたや余計ないらない、IT 関係の仕事とかをなくしていけば、まあ、エネルギーの消費も少なくなると。まあ、こういうふうなことですね。まあ、いろんな人たちが僕の YouTube で話してる内容とか、実際、チャンネル登録をしてもらってね、しっかり動画聞いていただけたらなと思います。できれば、野球界の人たちだったら野球界に関わるような内容をね、まあ、ノート広げるなり、最初はもう、こういうふうな、家の中から探して、大体出てくるじゃないですか。いらない紙とかね、まあ、広告の裏とかでもいいと思うんですよ。もう、とにかく動画一旦、一時停止して、箇条書きで、淡井さんに言われたこと、まあ、こう支援しなきゃなんないっていうのを、一旦箇条書きで、いらない鉛筆とか家の中探したらいくらでも出てくるじゃないですか。それでダーッともう書いていくと。で、その書いた内容を後で一冊のノートにまとめていくとかね。エネルギーの残存量問題は社会人全員が覚えてもらわなきゃなりません。公務員、国家公務員。いや、東証一部、二部上場の人で知らないなんか言い始めたら、もう基本給なんかあげませんとか、そういう話いいです。で、プロスポーツ選手でも、高いね、もうそんな人出しませんよっていう形でいいです。そうじゃなかったら、みんなで節約することを覚えなかったら話になんないんですよ。だから僕はどれぐらい節約してるかって言ったら、冬場でもシャワーで済ませています。夏場なんか最近8月入ったらどうしてるかって言ったら、シャワーで済ませてるんですけども、お湯すら沸かしていません。水で洗ってます。それぐらいでね、エアコンも使ってないです。で、
今年の夏扇風機をトータルの時間で数時間回したかどうか、10時間は行ってないですね。エアコンは絶対使わない。扇風機を使うこともまずない。まあこういうふうな生活ですね。だからまあそれぐらいガスを節約する。これを日本人全員が行ったらどうなるか、消費量。ものすごく変わります。風呂炊かないっていうだけでもね。だそういうふうな努力を実践的に行ってもらいたいし、球場でそういうふうな内容とかをね、アナウンスとか、選手の方からお立ち会いで言うとかね、そういうような活動みんなでしましょうよ。別にそれは政府が隠し事してるわけじゃないですから、定期的にある程度のそのエネルギーの残存量に関しての警告する内容はテレビで一応放送はしてくれてるんですよ。だけどもみんながそれを覚えようとしない。だからその辺のところでの協力体制が必要になります。だからこれ世界で一番最初に先駆けで行った国がやっぱり国際線で優位になりますよねっていう話になってきます。これは野球であろうがサッカーだろうが他のスポーツでも同じです。自分たちで心がけて行いましょう。これをプロ野球界から他のスポーツ業界にお伝えしてください。できるだけ早くね。会社間のつながりがあるからできるはずですよ。僕の YouTube を見るっていう動作も含めてね、まあ、淡井さんのその喋ってる YouTube の動画をしっかりと聞いて、淡井さんにある程度のお金が入ってくるようにそれぐらいの援助みんなできるよねって、まあ、それぐらいのね、心ある対応をしていただきたいなと思います。今回は、長い間ご清聴ありがとうございました。皆さん、ご協力対応のほどよろしくお願いいたします。2023年の8月12日の淡井圭介からです。